はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、エアープランツということで、今日はこちらの水苔植えのエアープランツ、中身がどうなってるのかっていうのを見ていこうと思います。これはですね、先日紹介した動画で、お店の方のねご好意でもらってきたものです。種がねついてるんですよ。こんな風にね、これからこの種がどんな風にね成長していくのかっていうのを見てみたいなと思ってもらってきました。まあそれについてはね、これから先おいおい動画にしていければいいかなと思うんですけれども、問題はこのね水苔なんですよ。水苔植えにしていてなんでうまく育つんだろうっていう風にねずーっとね疑問で、それで僕自身もこんな風に水苔植え作ったんですよ。これもね動画でお話ししてはいるんですけれども、まあまだねもちろん発根はしてきていないです。で、水苔で植え付けると中がどんな風にねなっているのかなとかがすごく気になるので、今回これをねちょっと中身取り除こうかなって。で、これもだいぶ古い水苔なんで、植え替えもねできればいいかなっていう風に思っています。水苔植えするとどんな風になるのか気になるよっていう方、ぜひ最後までご覧になってみてください。で、本編の前にお知らせがあるんですけれども、最近新しくブログを立ち上げました。YouTube 同様、植物についてのいろんな情報を発信していこうかなと思っておりますので、興味のある方ぜひご覧になってみてください。動画だとやっぱり通信の容量食っちゃいますので、出先とかでちょっと空いた時間とか見るにはちょうどいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。概要欄にリンクは貼っておきます。じゃあ早速開けてみますね。いや、どうなってんだろう。僕もね、わかんないんですよ。今のところ見た感じ、ガラスの表面に根っこは出てないんですけどね。よいしょ。え、マジで？取り方悪かったのか。すっぽ抜けたんですけど。根っこ張ってないの？こんな感じの水苔です。赤に着色されてたんだ。オレンジだと思ってたら違うんですね。赤い水苔で、根っこ引きちぎっちゃったのかな、抜くときに。いや、根っこないな。え、マジで？そうなの？こんな感じ。根っこ一切ありませんでした。あ、そうなんだ。へぇー。僕はてっきり発根してる状態なのかなと思ったんですけど、発根してないですね。この状態のまま、ズボって植え付けられてました。しかも結構深いところ。この辺まで水苔に埋まってました。え、なんで腐んないのそれで。散々今まで僕失敗してきたのに、なんでそれで腐んないんだろうって、ほんと不思議でならない。というか発根してないんだ。へぇー。予想外の展開です。まあ、とりあえず発根とかもしてないみたいなので、苗の表面ちょっと洗ってきます。小汚いような気がするんで。はい、洗ってきました。なんか出花をくじかれた感じです。予定ではいっぱい発根している様子を皆さんにね、ご覧になっていただくつもりだったんですけど、まさかの根っこ0本というね、感じで。はい、でもやっぱ腐ってはいないですね。もうしっかりしてます。ぶよぶよとかじゃない。これ緑葉種だからやっぱ水をね好むような種類ですけど、まあハリシーとかもね売ってましたから、ハリシーどうなってんのかな。そう、めちゃめちゃよく育てたんですけどね。まあ今度行ってお金に余裕があればハリシーもゲットしてみようかな。じゃあとりあえずこれ植え付けようと思います。で、使われてた水苔、まあ赤かったですけれども、あれ結構ガチガチに埋まってたんですよ。ふわっと上とかじゃなくて、本当にね、しっかり
中に押し込まれている状態だったんで、まあ僕もそういう風にやってみようかなと思います。で、ふやかした水苔を用意して、で、まず、中に入れちゃいます。この前ね、出した動画とかでも、結構僕いろいろね、考えてやってはいたんですけどね、まさかあんな、なんてことのない、ただ、水苔の中に差し込まれてる状態だとは思わなかったですね。いや、発根をしっかりしてくると、そういう水のあるような場所とかでも、馴染んで、腐りづらくなったりとかするのかなっていうふうにも思ってたんですけど、なんか発根しなくても大丈夫みたいですね。で、コメント欄で、単純にその水苔だけっていうわけじゃなくて、こう、中で、バクテリアみたいなのが繁殖していて、で、それのおかげで、こう、中の、腐敗するような菌とかと、折り合いがついて、腐りづらくなってるのかもしれないですね、みたいなお話もあったんですよ。なるほどなと思って。なので、今回は、水苔に、魚用のバクテリア、ちょっと混ぜてみようかなと思ってます。で、こういう話聞くと、そのバクテリアとか入ることによってエアープランツも分解されるんじゃないかとかって心配する方とかもいるかもしれないんですけど、菌分解できるのって基本的に、こう、死んでるものっていうか、生のこう、植物とかってなかなか分解できないんで、それは心配ないですね。はい、こんな感じですね。菌をちょろっと垂らして、あ、入れすぎたか。まあ、入れすぎてどうこうはならないですけど、もったいないですからね。そのまま入れちゃうって思うでしょ。入れちゃいました。で、ちょっと水で薄める。まあ、そもそもね、水槽の菌の使い方なんて、ないですからね、植物に。でも実際テラリウムとかで、水槽の中で水を循環させて苔とかを生やしたりとかするのってあるんですけれども、そういうところで植物育てると根腐れとかやっぱしづらくなるんですよ。で、それは、まあ、水が動いてるからっていうのももちろんあるんですけれども、その水槽の中のバクテリアの環境っていうのがすごく整うんで、それで腐りづらくなるっていうふうに言われてますね。まあ昔の話で今実際どうなのかはわかんないですけど、ジュエルオーキッドとかも熱帯魚屋さんとかで昔よく扱われてたんですよ。まあ今もそうなんですけど。で、そういうところで売られてるジュエルオーキッドに水やるときっていうのは、水槽ですね。魚の水槽から水を取って、で、それをあげたりとかね、してる人もいました。要はもう魚の水槽って水がね、バクテリア繁殖して出来上がってるので、そういう水をあげるっていう風にやってたみたいですね。まあ確かに意外と、こんなべっちゃべちゃにしててなんで腐んないのっていうようなね、ものもあったんで、まあうまいことバクテリアが効いてたのかなとは思います。もちろんね、行くたんびに腐っていってるようなものもありましたけどね。はい。まあそれは昔の話です。今どうなのかわかんないです。はい、というわけでこんな感じで出来上がりました。前回作ったものと比べるとこんな感じです。はい、こっちはね、あまり根元は埋め込まないで、水苔に根元が触れるだけっていう状態を作っている水苔植えで、こっちが水苔の中にずっぽし埋め込んでる水苔植え、まあ両方うまく育ってほしいですね。っていうか申し訳ないです、なんかすごく不本意な動画になってしまいました。ただ植え替えただけというか、水苔に詰めて植えただけみたいなね、感じになっちゃったんですけどね。まあ皆さん参考にできる部分があれば参考にしてみてください。まあ実際水苔植え自体は、結構エアプランツの成長速度とかも速くなるみたいです、それは。まあ今までね、僕水苔植えやってうまくいったことがなかったんですけれども、まあこれを機にいろいろ研究していきたいなと思います。まあ、こうやって見たら可愛いですよね。結構水苔に植えられてるエアプランツっていうのも。もちろん土とかね、そういう植え込み材がいらない植物っていうことで売りに出されてはいますけど、植えるのも楽しいんじゃないかなって思います。
はい、というわけで今日はエアープランツの水苔植えの中身紹介させていただきました。少しでも皆さんの参考になれば嬉しいなと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。